夜勤ゲームズポケモン本社でポケモンレジェンズアルセウスプレイ事前プレイです。ハロー YouTube ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンとセキンス。はい、というわけでついにポケモンレジェンズアルセウスが任天堂スイッチで発売ということで、もう新発売、はい、来ましたね。今日はプレイしていくんですが、はい、やっぱりここもね、僕ら実家のように、実家のように帰ってきちゃうね毎回帰ってきちゃうんですけどね。ポケモン本社さんにお邪魔してるんですけど、せっかくだからね、いつもここでポケモン見てから、うん、ゲーム部屋に入るんですけど、そうね、もうこれはもう決まりの流れですからね。はい、アルセウス、うん、見つけてから行きましょう。やってる、おー、アルセウスね、どっか隠れてるかもしれないからね。トランセルね。これトランセルか。これトランセル。ちょっと違う。アルセウスだ。あ？アルセウスってさ、こういうこんなちっちゃくて実は見た目によらずってのは嘘で。あ？お？アルセウスだ。いや丸っこいのばっかりだな。全部小さいんだよね。小さい。もっとでかいよな。多分もっとでかいと思うね。そしてここね。はい、これ聖地です。はい、これ聖地ですね。あアルセウス飛んでるのか、ちょっと俺もまだあまりしっかり見たことない知らないイメージ、なんかあっアルセウスだ、アルセウスだ、これだな。おっとです、おっとです。で、じゃあちょっとこれあれば、これあれば捕まえられる。これ持ってこう、これ持ってこう、これあれば捕まえられる。捕まえる、はい、ポッチャマだ。そしてこれがアルセウスなのか。これか、すごいトゲだ。いないね、アルセウス。うん、あ、やっといたわ。違うようだね。ダクマ、ダクマやめなさい、元スキーヤー。やばい、やりだした。やめなさい、ポケモン本社でスキーに乗るのやめなさい。やめてください、お客様。できん、できん。はい、デキンです。もうポケモン本社デキンになりました。うちの兄が失礼しました。もうここら辺でぬいぐるみコーナー終わりだよ。うん、あ、これか、これかな。なんかちょっと俺っぽい顔してるでしょ。ほらすぐ合ってるけどね。ほんとだ、ほら、欲しがりっす欲張りっす違いアルセウス三兄弟じゃないです。アルセウスは幻ですね。幻ですね、見つかりませんね。いませんでした。はい、それではゲーム部屋に着いたのでやっていきましょう。やっていきましょうかね、楽しみだね。はい、というわけで改めまして本日プレイしていくのがこちら、ポケモンレジェンズアルセウス。山の上に何かいるね。何か建物があるかもしれない。いいなおい、俺一瞬これがって言ってアルセウスかと思ったけど、確かになんか寺っぽいな。うん、でゲーム画面をポン。はい、ここにも山ある。自然豊かだね。ね、で今回特別に少し進んだところからやらせていただけるということで、はい、いきますよ。何も知らないから。うんさ、うん、山の上で何か不吉な予感、不吉な予感。うわぁ、おぉ、おぉ、黒曜の、うわぁ、おぉ、おぉ、すごいじゃん。あ、あ、すごいじゃん。すげえ、しゃがんだりできる。いるよ、なんかここに可愛いの。あら、こっそりと近寄っていく。おうわめちゃくちゃ外れてるけど。そっかそっか、まだ、あ、わっ下手くそすぎないこれ。いや、これでも今までのポケモンと違うから。全然違うじゃん。これだから慣れが必要だわな。あっ、あ、やばい。あ、どうなってんの。これもう二重丸を出していいですか。おお、あ、怒った、怒った、あ、おお、バトルになるんだ。おお、技はどうすんだ、どうすんだ。おお、体当たり、いけ。おおおおおおお、すごいね。やべべべ、なんか、あ、俺、でも動けんだ。動けるね。はぁ、
なんか俺がさ、体当たりしそうな感じになってるけど俺、俺が当たってるマジで自分にも当たんのこれ自爆やん。その真ん中には引かない方がいいじゃん。そうだね。これすごいね。やりすぎる。おっ、倒したね。リッパーをやっつけ、おお。あ、さらっと次。おお、ちょっと待って、全然今までのポケモンと違いますね。全然違うね。この人は何なの。すごいな。あ、ショウ調査隊クデンです。 ZL でポケモンに注目したまま下ボタンで図鑑を開くと図鑑タスクをすぐに確認できます。お、あ、俺これすっ飛ばして突っ込んでっちゃったよ。あの図鑑タスクには捕まえた数というのがありますね。そう、1匹捕まえて終わりではなく2匹4匹どんどん捕まえてください。かわいいな。かわいいね。早速試してみてください。私は先で待っていますから。こっそり近寄っていくとかある。ああ、そういうこと。足音とか。これ何。あ、これなんか、うん、やった。薬そう。お、気づいた。なんかこれ大群なんだけど。あ、逃げていっちゃう、逃げていっちゃう。だからう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 ら脅かすな。これでもさ、今ちっちゃいからいいけどさ、飛んでっちゃった。ああ、でもこうやって逃げていっちゃうんだ。だからこうしゃがんで静かに飛び込めるね。これで、じゃあ、あっ、おー、なんか、うわー、やばい、そら、キョロシャオラ、うわー、おー、いや、なんか、すごいね、すごい、臨場感がすごい。捕まえよう、今度こそ。うんうんうん、ほら、すげー、あ、ここ、あ、もう一発、もう一発で、ギリギリもかなりギリだ。当たんないで。よっしゃ、これはいけるね。オッケーオッケーオッケー。おー、ちょっと強いね、もう。うん、でこれで変えて、おい、はぁっ、じゃっ。あ、ここでやると結構ちゃんと投げてくれ、ちゃんと投げてくれる。安心のポケモンです、ここは。よし、おお、すごい。レベル3が強く見えてくる。あ、なんかね、その場にいるとね、リアルだから。橋の先に進むと強いポケモンが多く生息しており危ないのだ。おう、団員ランクが一つ星以上なら進んでも大丈夫だろうかな。あ、まだいけないんだ。いい人だね。よく見ると人いっぱいいるんだ。 あ、これさっきの、さっきのかな。あ、そう、はい、もう一度調査隊クデンです。はい、ZL でポケモンに注目したまま下ボタンで、あ、俺やってないからな、うん、やべ全部すっ飛ばしてんの。あ、この子でやりなさいよって言ってくれてるのに俺毎回ワクワクしちゃって、この広いからさ、まあね、まあね、自由ではありますからね、うん、この辺りですとブイゼルというポケモンがいます。おブイゼル、コリンクのように気性が荒くて技を出してくるから要注意です。うん、捕まえるなら戦いを仕掛けてください。ほう、かわいいけどね。ね、ブイゼルの図鑑タスクには特定の技を見るというものがあります。これは戦いでこの技を見るということですし、戦うことでこなせるタスクもありますよ。やべ、2匹いるんだけど。川辺にいるね。ガーッ、やばいな、これ、ちょっと待って、気性が荒いな。ウェイ、アクアジェットを見た数、そうか、うん、ペイこれ2匹いる場合は2匹。やばいぞ。あ、こうなるんだ。かなり危険です、これ。あ、やばい、おい、やばいじゃん。これはもう本人が戦わないといけないですよ。そうね。ほらー、おーし。いや、こっちただ結構きついね、これね。1対1だからね。よし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 、ほら、ちょっとひるんだな、うん、あー、止まったらこっちが結構きついね。ビーチもあるか。まあ、まだギリギリまでいくわ。あ、そうか、効果今一つなのか。今気づいたわ、俺。おお、待って、これ、おっ、やばい。まあ、これで余裕だよね。残念だったな。ほらな、ほらあれ、ビビってるんでしょうか。ビビってます。ほらー、よしよし、はい、あ、1レベル2だ。レベル2だったんだ。やばい、これ倒しちゃうから。あ、
この歯がそんなに強いわけないでしょ。ビッパー大きいからね。あ、結構強いかもしれない。これ結構、いや転がっただけでお前フリーゼル一撃なんてありえないですよ。ものすごい重いかもしれない。いや、そんなもんないですよ。当たれねえし。ビッパー、頼む、せめて当ててよ。ちょっと動きがね、鈍いのとか鈍いの。うおー、当たった。あ、あれ結構大きい。俺が捕まえるにはちょうどいいダメージ。ちょうどいいじゃんね。うん、でもレベル4の方捕まえたかった。ああ、ええよ、これいけるよ。もういけるいける。OK。ほっ、行くぜ。おい、これは捕まるでしょ。ゴー。アクアジェットしてこなかったね。してこない。よしバンバン捕まるね。ビッパいい仕事しましたね。ほら、はい、じゃあ交代任しとけ。あー、あっち側にいるわ。あ、いた。ほんとだ、渡れないですね。ちょっともう、おい、やられてんだよ。おい、おー、皆さん入んないようにしてください。あれ、なんかいるぞ。なんかさ、さっきのやつ進化っぽい感じがするね。違う？でかいね、あれは。これワクワクすんな。これワクワクする。いけないとこにでかいのいると。うん、あ、いた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 。ほら、やった。あの、一匹にしような。オッケー。奥のやつは危険だ。え、どうすんの。で、とりあえず戦えばいいんだから。どうやって戦うの。ポケモン出す。ポケモン出す。これ ZR ZR ZR。 はい、あ、それメンバーボール X X。 はい、こうね。そう、それでポケモン ZR。 あー、いけ、やばいぞ。やばいよ、この人。いけ、よっしゃ。ポケモン出すまでいい。苦労してしまいました。ポケモン変えた方が。変えようか。ウィーン。ちょっとビッパやめます。はい、交代。あ、あんま強い技使わない方がいいんだよね。使わない方がいいんだよ、だって、うん、受けなきゃいけないんだ。そう、全然水打ってくんないんだよ。はい、トゥルイ。アクア、アクアチェット来い。何もしてこないじゃん、恐れちゃって。倒しちゃい、倒しちゃい。やはり私の実力のようだな。どう、恐れてもう何もしてこないよ。さあ来い。あー、電光石火。やっぱたまにしかしてこないからね、これ。だいぶるね。じゃあ後ろ、倒しちゃって後ろのやつ行って倒そうか。じゃあ、しょうがないね。ゴー。グッバイ。で、後ろにもいたから。え、ああ、来てんの。勝ったことになってる。来てんの。おい、やめとけやめとけ。行くぞ。ちょっと、はい、いけ。レベル2だからあんま強くない。おお、これでもさ、すごいね。こうやってこの時も動けるっていうのがいいよね、この視点ね。こういうアングルで。おお、なんか YouTuber としてさ、これ、うんうん、あれだね、アングルの変更ができるから。センスが問われてくる。センス問われてくる。ゲーム実況のセンスが問われてくる。この辺で、なんかこっち味方みたいになってるからね。昔で言うとね。そう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 。全然打たれないから。じゃあ奥の服。EV じゃねえ。まさか。え、こんな普通にいんの EV って。おい、寝てるぞ。待ってよ。あ、奥にも。奥、あれ。ニータとか。ニータか。待って、これもさ。え、すごいね。ポンポーン、いけないから。おっしゃおらしゃ。おっしゃおらしゃ。ちょっと、あれ、あ。もっとそーっといかないとダメ。俺の EV がでかいな。こっち進化っていうか、こっちがでかいな。これちょっとすごいね。構えてポンだ。ウィー、ありがとうございます。これ余裕。え、いけちゃうんだ。いけた。もう戦いません。でもこれ重要なんだよね。そうみたい。今回ね。でもあれだね、あんまり捕まえすぎると俺ら、待って、ボールがなっちゃうね。うわ、 EV 捕まえたかった。はい、次来ましたよ。なんかクラフトキットをもらったよ。なんだろう、なんか作れるってことだな。クラフト台がない場所でもクラフトを可能にする道具が揃ったセット。ただし使えるのはポーチの中の材料だけ。ほう、ポーチの大切なものからクラフトキットを選べばいつでもどこでもクラフトできます。ただしポーチの中の材料しか選べず、ポーチに収まらない量は作れません。あ、なんかあの石ころみたいなのとどんぐりみたいなので、もうボール作れるみたいなのがあると。これ作れるんだね。はい、ちょっと、ポケモンもいっぱい捕まえて進んできたんですけど、はい、一回ちょっとクラフトしてみようか。うんうんうん。
これクラフト、はいはいはい、ほらほら来た、さっき教えてもらったやつだ。おお、べべべ、あ、そっかそっか、これ簡単だね、作りたいってやって、ほら、はいはいはい、あ、ほら簡単じゃないですか。じゃあ10個。おお、あ、これこれがクラフトなんだね。はいはいはい、じゃあいっちゃうよ。13個になった。はい、いきます。こうアルセウスか。いや、まだ来ないんだ。全然です。では本部に急ぐとしましょう。はい、うん、なんか和風だよ。そうだね。うん、よっと、いつまでの神王様を崇めるのは時間の無駄と悟ったか。おおって言ったらかっこいい人だったね。全然かっこいい人だった。あら、カイ、何が、何が宇宙の時間を司る神王様よ。宇宙と空間を生み出した私たちの神王様こそが本物なの。うん、無限に空間があっても使いこなせねえくせによ。おや、そちらは時間を有効に使っているとでも。なんか喧嘩してんだけど。揉めております。揉めております。これなんか長い付き合いになりそうな感じがするね。うん、でも僕の旦那に会いに行くぜ。は、ふっかけてきたのはそちらだろう。むむむ、どうなるでしょうか。彼らが姿を見せると空気が一変しますね。今の二人、空間を大事にしている女性は真珠団の長、カイさん。時間、時間と言っていた男性は混合団の長、関さん。これはちょっと深い話をしているようだね。そのようだね。空間と時間、混合団と真珠団は今でこそ揉めずにやっていますが、揉めてはいたけどね。昔は争っていたとのことです。あら、それよりもボス、電木団長がお呼びです。団長室に向かった方がいいのでは。え、登場人物が一気に出てきて、うん、うわ、なんか、あそこだね。あ、でもこっち、いや、いろいろいる、うん、でもほら、ガンガン行かないとね。うんうん、ここでしょ、ほら、色が違うじゃん。目的はこれ、白い方。電木、うお、こっちだ。広いな。やばい、格が違うわ。まだ上あるの。うえ、すごいね。もうだって登るね。レッドカーペットだよ、もう。うわー、これは。さっきの二人もいるわ。いるいる。電木だよ、俺もう。電木だ、ね、顔がもう電木だもん。電木の旦那。バサギリはどうするんだい。神王様に仕え戦っていたポケモンの子孫とはいえ、許しがたい暴れっぷりだぜ。バサギリが暴れてるというか、暴れてるんだな。電木、関よ、いきなりだな。時間は貴重、もったいねえことはできねえ。関はずっと時間の話。時間なんだね。では真珠団の大事なキングに対してどうせよ。真珠団のキングだからな、俺たち混合団は手を出せねえ。出したら先代の時みてえにまた争いになっちまうからよ。昔感があるね。うん、だけどよ、旦那のところも怪我人が出たんだろ。ほっといていいのかよ。では真珠団が崇めるキングを私たち真珠団自身で倒せ。そう言いたいわけか、混合団。なん、思っているけどよ、口に出して言ってないだろう。一緒だバカ。そもそもキングであるバサギリが荒ぶり暴れる理由が謎だからね。それは俺も気になる。混合団の歴史でも初めてだからよ。うむ、聞いていたのか。お、ついに私に触れてきましたね。ヒカキンだ、調査隊の真意となる。めっちゃなんか新入り感があるな。新入り感あるよ。服装とかもみんなで風格すごいからさ。ちょっと風格が。俺は関、混合団リーダーの関だ。長ってのは古くせえから勘弁な。風格なんだよ。私は甲斐、真珠団を率いる辛抱遠慮な長だ。どうだろう、まずはこの者にバサギリの調査をさせるというのは。いいぜ、電ボクラ旦那、あんたの話に乗った。ボールでポケモンを捕らえる銀河団のお手並み拝見しようや。我々は銀河団ね。メイン任務、荒ぶり始めた森キング。
ガイドする。はい、バサギリがいるとされるところまで来ましたが、はい、俺は真珠団の菊井、バサギリを世話するキャプテンだね。カイさんからきつく言われてね、誰もバサギリには近づけないからね。菊井自慢の相棒ヌメラと共に追い払うからね。相手をします。うん、ムカムカするね。忠告で追い返そうとしているのに理解できないとはね、悲しいね。行けヌメラ、解けろヌメラ。ヌメラ、ヌメラ、ヌメラなんだ。うわー、かわいいじゃないか。全然大丈夫そうだけど。全然大丈夫そう。全然大丈夫そうだよ。はい、もううちのビッパ8レベルになってる。15だよ、15だよ。おい、やばいよ。まあ頑張りましょうよ。うん、あれ、何やったっけ、どんくらい。ああ、いけるいけるいける。なんかレベル15なのに弱い。まあまあいける。わー、ビッパは厳しいね。守りの力が弱っても、もうやられちゃってもいいんじゃないの。最後の力、お前転がっていく。うん、まあまあ頑張っておいて。やばい、おっと、おお、ビッパー倒れました。さらっと倒れた。まあちょっとレベルがね、違うから。はい、本気でいっちゃいましょう。1丸アクアチェーン。おお、いいね。あ、でも今一つも倒した。オッケー、これでよーし、バサギリに合わせてくれるかな。なんたる。負けたけれど忠告の続き、今はあってはいけないね。バサギリは本当に危ない。近づくとガンガン殴りかかってきてね。いつもならお供え物2つの好物をバサギリにあげれば嬉しそうに食べて落ち着くのにさ。キャプテンの俺ですら好物をあげたくても暴れ回る。バサギリに近づけないからね。よそ者の君には無理な話だね。うん、あら、おバサギリア、怪し氏の先祖は神王様より力を授かり、ポケモンや人を守ったとされている。私たち真珠団も恩恵を受け、翡翠で生きているからね。ついてきていたんですね。うん、何、バサギリが強くなったというが、あれでは厄介者だよ。わかった、バサギリの好物はキクイと私で用意する。おお、集めなくていいよ。お前は広い翡翠を駆け回ってもなんとか解決法を見つけてほしい。ヒカキン君、バサギリの調査は順調だったりしますか。なるほどです、バサギリは鉱物を食べておとなしくなると。研究室にて試案するとしましょう。ヒカキン君も来てください。荒ぶるバサギリですが、2つの鉱物を食べると落ち着いていたとのことです。2つの好物の組み合わせによって生まれる香りか成分がバサギリを落ち着かせる、沈める効果を発揮するのでは。ですが荒ぶるバサギリにはいつも世話をしているキャプテンですら近づけないと。ひらめきました。投げるのです。ガキン君は投げる才能に優れていますから、バサギリの好物を投げつけるのです。暴れてるから。モンスターボールを作る技術で2つの鉱物を玉にするのです。あ、沈める効果の玉、名付けるならリラックス玉ですかね。あ、それだから玉にして投げる、クラフトすればいい。うんうんうん、よ、あんたにいい知らせさ。説明も煩わしいからさ、高台ベースってところに行くよ。ぬーっと、怪しし、怪しし、ヒカキンってやつが荒ぶるバサギリを沈めるために原野を駆け回ってる。怪し氏はあんたを認めたんだ。だったらよ、笛を渡すべきだよな。ヨネ頼んだぜ。ん、あ、ああ、すごいぞ。この音楽聞いたことあるよ。あ、そう。うん、ダイヤモンドパールのオープニングで流れてるでしょ。あ、流れたっけ。ペペペペって、キュエーン。ヨネが鳴らしたのは神なぎの笛、怪しを呼び寄せ乗せてもらうための大事なもの。これ乗れるってこと。乗れんの。ペルルル、あの笛で、神なぎの笛。さあ、神なぎの笛を吹き、怪し様と駆け回りな。巨木の戦場にいるバサギリを沈めるんだよね。怪しと失踪すれば原野のどこに行くのもあっという間よ。あ、本当だ、右下にマーク出てる。本当だ。お、うわー、
お、こんなすぐに折れるの。おお、パラッパラッパラッ、すごい。おお、すごいすごいすごい、早いね。これはいいね。おお、めっちゃ早い、超早い。おお、すごいすごいすごい、ジャンプもあるよ。え、なんかやばいね。立派な親玉だ。怒ってる怒ってる、立派な親玉だ。なんか親玉に目が進化してんのかな、あれな。そうじゃない。はい。うわー、やばいなー、やばいやばいやばい、やばい、やばい、怪しし、怪ししまさか溺れないだろ。危ない危ない、怪ししゅうかーって。おお、来たぞ。あ、確かにここに巨木がある。うわ、巨木だね。バサギリを沈める三段銀河団に建てられたというのかね。そうだよ、建てられたよ。何、バサギリの鉱物を投げつけやすいように加工する、なんて着想。銀河団が持ち込んだ科学の力ってすげえ。バサギリに鉱物を食べてもらえるなら俺も手伝う。さあ作るとするかね。こら、キクイ、私を待て。さあ、これ材料揃ったのかな、これで。そうかもね。ね、約束通りバサギリの鉱物コロコロ豆を持ってきたよ。あ、申し訳ないね、カイさんのこと忘れていたね。私たち真珠団の問題解決できないなら銀河団に任せるしかないけれど、だが本当に任せてよいのかという思いも悩みにあるんだ。そこでだ、あなたを試させて。うわ私とグレイシアに勝てたならバサギリのこと任せるから。グレイシアの強さに心の底から震え上がって。なんか綺麗なポケモンだ。おー、あー、やっぱりだ。名前がもうなんかいいね。こちらビッパです。ビッパです、もうそうだよ、俺ビッパでレベル17、絶対勝てねえよ、これ。ちょっと厳しいよ。どうしましょう、厳しいです。うわー、俺が守るぜ。やばいな。よし、早がり、いけ。あー、やばいっすね、これ。あ、やばい、もう2回、これやばい、やばいやばいやばい、やばい、ビッパではちょっと歯が立ちません。頼むぞ。ちょっとレベル的にかなり負けていますが、マッカジー頼む、おっ頼むよ。あえ、やばい、ちょっと気づきすぎたら使った方がいいよ。そうだね、うん、これかなり、おいし、かなり頑張っていくしかないか。うん、一発で半分以上食らって、おっと、回復してるんだし、マジかよ。おっと、これ結構厳しくなってるね。ちょっとやばくね、コダックで。コダックで戦うって結構厳しいよね。超厳しいね。ただレベル一番高いんだよね。いけー、あ、いけるわ。あ、ちょっといいじゃん、大丈夫だ。これはさ、いやー、そうだ、念力でも結構効いたから。厳しいよ、念力で。これプレイシアしかいないでしょ。うん、よし、これコダック、さよならコダック。厳しいね、頭押さえて。なんとかいける、ギリだ、いけるいける。よし、レベル的にはちょっと厳しいけど、一回で倒せんじゃない。あぶねえ、電気ショック、うん、電気ショック、いけ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 、よし、ウェーイ、やりました。認めてもらえたでしょ、これで。うん、そうか、ボールはあくまでも道具、捕獲したポケモンを相棒として心を通わすこともできるのか。あなたであれば大丈夫かもね。ではポケモンを回復するよ。おお、これ全部復活かな。まあそうじゃないと厳しいもんね。ね、教えてる。え、荒ぶるバサギリに近づけないというのであれば鉱物を弾にして投げつけ沈める。ふう、なるほどね、沈め玉とも言うべき発明だね。うん、荒ぶるバサギリのため魂を込めて沈め玉をお作りしよう。よし、これ作ってくれるの。おお、できたようだ。できた、山盛りの沈め玉、バサギリも落ち着くだろうね。それでは森キング、バサギリをお呼びするかね。絶対なんかバサバサギリしてるよな、これは。ねえ、バサ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 ってくる。はい、森キング、バサギリ、お祭りの時期ではありませんが無理だからね。うん、お好みの食事を整えました。天と地の間にて働きたもう我らのキングよ、感謝の気持ちを捧げます。お姿を表したまえ。ヒカキン、バサギリに注目して、大事なのは回避だよ。
技を回避して沈め弾を投げるんだ。えらい君、俺がやるってこと？やるんじゃない？グラッシャー！グラッシャーってなんだ？やばいぞ、はい、もう予想をはるかに超えてきてるんだけど。グラッシャー、どこから来るんだ。でもやっぱ葉っぱがチラチラしてる。おー、やばいやばい。あー、あ、葉っぱっぽいな。やばい、次元が違うぞ。やっぱほら、合ってる、ちょっと合ってる。光っ、光合しこれはちょっと、これ今戦えるなんか次元じゃない。次元が違うんですけど、これやばいっすね。これはやばい、キングだわこれ。ちょっとレベルが違う。はい、俺やんぞ。沈め玉を当てることで荒振りゲージを減らすことができます。あ、荒振りゲージがゼロになったら勝利。ああ、だから森の沈め玉を投げつけるってことだ。キングに隙が生じた時に、うん、ポケモンボールを投げることで戦闘もできます。戦闘で勝利するとキングは無防備になり沈め玉の効果が増します。沈め玉無限ってなってる。無限だよ、だから投げまくって。ぶん投げまくりだ、投げまくるしかないね。数で勝負かな。はい、回避 Y ってなってる。回避 Y ね。どうすんの、どうすんの、どうすんの。あー危ない。もうね、セイキンはもうキャッチボールはもう大の得意ですから。あー、なんか違うね、違う違う違う。絶対あるから、絶対あるから。あー、OKOK。 あー、いけ、おー、いけるいけるいける、いける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 、避けろ避けろ。あー、やばいなこれ、まずい。 Y が回避だから、 Y、 はい、はい、Y、 はい、3、よいしょ。多分距離が当たった、届いてない、届いてない。もっと近くよって、投げてすぐ Y で避けるんです。避ける、当たってる、当たってる、当たってる。全然減らないじゃん、減らねえよこれ。よいしょー、だんだんから投げます。いや、外れてる外れてる。当たってる当たってる。いいよ、避け避け避けて。横避けだね、多分これ。そうだね、直進っぽい攻撃。これすごくね、すごい。俺らが戦ってる。避けろ、よいしょ、やよいしょ、あー、あれだ。これやばくね、これやばいかもしれない。避けろ、はいはい、あーねー、うまいよ、ほらか。ポケモンを投げて戦うって書いてあるんだ。ポケモンを投げて、ポケモン、ポケモンを出していいのか。聞いてるよ、いいんじゃない。ポケモン出してみる、ポケモン出すか。出すぞ、リッパー。うん、いくぞ、いけいけいけ、いくぞ、いけ。絶対あるんだから、うん、オッケー。おリッパー、お出たのか、見えなかった、見えないぞ、見えないぞ。リッパー、よし、お、いいぞ、リッパー、頑張れよ。うわー、リッパー、リッパー、いくぞ、転がれ、リッパー。あー、ダメージ当たる、効果抜群。あー、いいぞ。あれ、普通のゲージもあるじゃん。ほら、なんだ、リッパー、リッパーやられた。交代します。お、任せろ。よし、いやー、ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃいよ。よし、体当たり。だって、バサゲリ何なんだろうね、タイプ。力強い、今さ、技で、うん、LR あったよ。あ、技押して、技を押してから、ほら、LR、タイヤタリ。お、力技、力技とかあるんだ。切り替える、力技できる、俺。力技いいんだよ。ほら、力技新しいな。お、力技、ほら、大技、いけ。ほら、お、ちょっと、今一つです。今一つではあるけども、僕が選ぶのミス。あー、あーな、ここで、あー、コナック、コナック。あ、いける、これも、これもいけるね。早技も、早技もやってみよう。早技、早よー、早技。あーあー、水で頭が、待って、バサギ、あーあーあーやばい、バサギ、水がいいんだ。そうだね、沈め玉だ、沈め玉。俺の沈め玉の凄さ見る？いけ、うおーるー、うわるるるるるる、うまい、うまい。あーあー、食らった、大ダメージを受けたぞ。全然食らった、近い、近い、近い。おろおろ、あ、これは厳しい。やべ、この範囲で、やべ、あー、これ難しい、やべ。うわー、あー、あー、強かったな。合ってるね、再挑戦。ヒカちゃん、セイちゃん用の選択ゲージ引き継ぎありますね。せっかく食らわしたんですから。やりましたからね、ちょっと優しい。まあそうね、嬉しいですね。本当にいいですか？本当に確認するね。はい、いいです。
ちょっと強かったんでね。うん、強いね。ほんとだー、いけるいけるいける、いける、いける、ポイ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 、おー、いいよこれは。あー、うまい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 、近い近い近い、うわー、やばい、あー、案外ちゃんとロックオンしたらね、あれ、やばいやばいやばい、おー、おー、なんかね、結構近くないと当たんないのよ。まあね、お、うまいじゃん。これね、距離がある、格闘技のごとく、うんうんうん、いい距離が、いいじゃん。これはダメダメ、これはダメ、これだから入り込みすぎ、相手の前に、これはね、正禁止ではね、再挑戦4回ぐらい。お、強い、押しも、やばい、なんか、お、なんか、おーしゃ、なんか、来たぞ、オッケーオッケーオッケー、変えた方がいいか、変えた方がいいか、あー、もう変える間もなくやられちゃった。そう、水がいいんだよ、頼む、始まる、よし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 、これでもねえよ、いやーわーって感じなんだよね。おっと、やばい、破片が回復しようか、よし、あ、いい傷じゃなかったよ。いやでも普通のでも多分これ普通のでいけるか、まだ頼む、どんくらい回復するか、あ、大丈夫だ、あの、いいね、オッケー、あれ、あ、そっか、なんか、あ、やばい、やってしまった、してもすぐやられちゃうんだな。ちょっとね、パワー差があるんで、いやこれ、コダックでいい、これスイちゃん再挑戦の、ちょっと、予感がしてきたぞ。いや、俺はここでコダックにかけるぜ、なあ、いるかな、ほら、パワー出てる、いいね、うん、力技です、力技の、力技でいくぜ、ほら力はあんまなさそうだけど、ほらあば、効果は抜群だが出ました、おっ、おっ、めっちゃ効いた、もう一発いっちゃうよ、もういけ、力技、力技、いいよ、いやよし、いやよしってことは、ここまでにコダックをね、仲間にしとくのはいいかもしれない、いいかもしれない、チャンスチャンスチャンス、いいよ、はい、ほら、出血大サービス、出血大サービスだ、ほらほらほら、おーしゃーしゃー、おー、どうした、どうした、やった、お、おー、あ、いや、あ、これで沈まん、ついに、うわアルセウスなんじゃないかってくらい攻防しないですよ、ぐらい強いな、アルセウスどんくらいでかいんだろうね。これ、捕まえられないのかな、めちゃくちゃかっこいいんだけど、これこれ、捕まえてる、あら、さて、ちょっと早いな、モリキングバサギリ、沈まったと考えていいのかね。ありがとう、他にも荒ぶって苦しむポケモンがいたら救ってあげてよ、あなたの相棒も元気にするね、何時に挑んでくれてありがとう、はーい、というわけで無事、うん、バサギリ倒せたんで、はい、実はね、今回ミニゲームがあるらしくて、はい、怪しいってさっきのあのさ、あれに乗ってなんかね、ポイントを稼ぐミニゲームみたいなのがあるんだよ、ヒカキンバーサスセイキン、やっちゃうか、やっちゃう、どっちがうまいか、いきますよ、いいよ、はい、調査隊の君、ポケモンに乗って草原を駆け抜けられるそうだね、よかったら、おじさんが考えた遊び、風船割りをしてみない、おじさん考えたね、ポケモンに乗って風船ちゃんを割った数を競う簡単な遊びだね、まずは17個以上風船ちゃんを割ってみよう、おじさんはここにいるから風船割りがしたいときは声かけてくれこれを仕事にしている人ですねお、はい、風船ちゃんは全部で30個45秒以内、めっちゃ短いじゃん、結構短いね、いくつ割れるかなと、じゃあパパパーンって頑張ってみてね、だって、うん、じゃあ行きましょうか、振りのいいおっちゃんだ、よし、あ、おー来た、風船ちゃん、あ、3、3、あれね、2、1、せいちゃんのターン、いけー、ゴー、ふぅ、え、これせいちゃんこれ30個割れなかったらもうこれやばい、ダッシュダメだろ、全然言うだろ、ダッシュ B じゃなかった、ダッシュしてるか今、いや、B でしょ、あー、 B、B、B、 あー、やばい、あー、ジャンプ、おー、うまい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 、え、うまいじゃん、移動してるよ、あー、間違えた、あー、やばいやばい、はいはい、ちょっとポケモンにぶつかるんだ、はい、アングルが下手だ、どこどこ、ああ、終わった、終わった、せいちゃん終わった、どこ、進行右じゃないの、右、ほら、ああ、
せいちゃんはね、どっちか分かんなかった。あおーい、あー外れた、やばい。あ、あきり、あー、あ、いけたじゃん。アングルが下手なんだもん。もうめっちゃ左しか映さない。アングルをやってる余裕がないんだから。あ、そうね。確かにダッシュとジャンプしてたらアングル変えるのあれだわ。そう、ちょっと慣れないとあれ。さあやばい、スタート。ほらー、うおらー、ほらほらほら、いやー、ほら、もう違うでしょ。うまいな、動きが違うんですよ。やばい、かなりスムーズ。全然違うよ。えっ、これ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 、やばい、これ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 、あ、早いです、早い。まあね、あ、よく見ると道があったのか。ここで、ここでせいちゃんが教えてくれたので、パッ、あー、あー、今はよかったね。これうまいやろ、やっぱ。あー、もうこれやるしまった。え、めっちゃ時間余ってんじゃん。兄貴を一瞬でこうやっていく。あー、あ、あ、こういう罠が、あー、戻って、あー、放送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 モード搭載だよ。あ、いやー、あ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 、惜しい。1個剥がしてたね。1個2個、2個だね。いやー、うおー、28個惜しいわ。はぁ、はぁ、というわけで、バサギリ倒したり、うん、2ゲームまで楽しませてもらいましたけど、はい、どうでした？いや、もうね、今までのポケモンとは全然違って新鮮でしたね。ね、すごく自由に走れるし、うん、ポケモンとバトルしてる時も自分も動けるでしょ。そう、そのあたりが今までと全然違うなと思って非常に面白かったです。僕はね、自分のポケモンと相手のポケモンの間に自分が入って、うん、おーってできるのがね、マジ好きです。でも、だからリアルってことだよね。リアル、リアル、実際はそういうなわけだからね。あとなんか確かに、あの、前後にポケモンが後ろにもいた、敵が前と後ろにいるとか、なんかリアル、リアルなんですよね。そう、だからなんか今まで見てきたポケモンとだいぶ違う、うん、でバサギリに関してはもう本人だけで戦ってたの、最後。あれでもさ、なんかやっぱりさ、本当に自分の動き次第で勝敗決まるっていう。うん、そうだね。面白いよね、やっぱりね。面白い。うん。で、あと、あれだよ、図鑑。あ、そう、図鑑も奥が深いでしょ。一つのポケモンの図鑑にも、うん、タスクがめっちゃいっぱいあるんで、で、それをこう達成していくっていう取り込み要素もいっぱいですね。はい、というわけで、ポケモンレジェンズアルセウス発売しましたので、ぜひ気になった方、動画の説明欄の方からホームページなどご覧ください。はい、もしよければこの動画、グッドボタン、はい、高評価ぜひぜひお願いします。チャンネル登録、そして僕らの SNS のフォローぜひお願いします。お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バーイ、 See you next time。 バサキ